はい、えー、皆様、えー、こんばんは、えー、4分ほど遅刻して誠に、えー、申し訳ございません。えー、本日は、えー、2020年3月の7日土曜日のボギーチャンネルでございまして今、沖縄の方は土砂降りの、まあ、雨が降っておりまして、まあ、外は本当にもう歩けないぐらい土砂降りでございます。でこれがまたあの冷た冷い 雨なもんですから今夜はちょっと気温が下がるんじゃないかというふうにねあの思っておりますまあそういった中で、えー、駐車場からあのお店の中に入るだけでもまあ濡れてしまうということでございましてまあ洋服の方もちょっと濡れてしまったんですけどそれでも元気に今日もお送りしていきたいと思います、A、ボギーチャンネルいやしかしね本当に今日もいろんなニュースが飛び込んできておりますけど 皆さんのところはどうです今日もやっぱり寒いんでしょうかね。はい、えー、今日も早速、ラプテンさん、あのいつも宣伝、本当にありがとうございます。それから、荒ロヒレやラさんにドラム缶さん、桜チェリーブラッサムさん、えー、それから、えー、モンドさんからはニラ、束ですね。はい、それから、桜チェリーブラッサムさんからはニラミルクティー、ソリさんもお見えですね。はい、もう本当にこういう週末の忙しい時に来ていただいて、本当にありがとうございます。 まあなかなかこの政治系のはい番組っていうのは有名なまあ国会議員とかだったら結構来るんですけどねこうして皆さんがもう来ていただけるだけでなんかしゃべるはいそのやりがいがあるというかまあ毎日まあ沖縄のニュースを中心に流しているんですけどまあそれが少しでも皆さんに届くとね非常にうれしいかななんてね思っております。ホルスタインさんのところはまだ雪ですかね。 あカズミンさんどうも、えー、ニラミルクティーありがとうございます。桜チェリーブラッサムさんからも湯気の立つニラミルクティーですね。まあ、沖縄の現在の気温がだいたい17度ぐらいですかね。17度から18度ぐらいだと思います。まあ、ついね、あの1週間ぐらい前が13度ぐらいだったですから、かなり暖かくなったとは思いますけど、まあ、しびれるような 寒さではございません。ちょっとひんやりしてるかなって。ただ雨に濡れると、えー、寒い感じがしますね。さて今日はあの早速なんですけど、本当にげんなりするようなまあ、ニュースが入ってきまして、えー、警察に続いて、えー、消防よあなた方もですかというような、えー、ニュースが実は流れました。まあ、どんなニュースかと申しますとまあ、皆さんもねもうだいたい 大きなフリーコの方々は知ってると思うんですけどこういうニュースがはい飛び込んできております。これ首里城。あ、どうもカータンさんこんばんはんこでございます。徳のニラミルクティー白神さんもこんばんはんこ。このニュース見たときに私本当にげんなりしましたね。3月6日のえニュースなんですけどえこれ琉球新報さん。 首里城火災の出火原因は不明有力な物証が見つからず那覇市消防が調査終了ということでございまして、はい、これ首里城青年など8頭が焼失した火災で那覇市消防局は6日会見を開き出火原因は特定できなかったと発表したと目撃者や防犯カメラの情報から 静電北側を火元と見て焼け跡から痕跡を探したがと原因特定につながる有力な証拠が見つからなかったとした県警はこれまでに放火などの事件性はないと判断をしているということでございまして、はい、もう簡単に言えば何もかも燃えちゃったので。 出火原因は分かりませんということになるんですよね。はい、もう何もかも燃えちゃったんで出火原因は分かりませんというのが、まあ、今回の、はい、首里城火災の顛、まあ、末というかいやこれって皆さんちょっと私違うんじゃないかというふうに実際に思っているんですけどね。いやこれで 本当にいいんですかっていうふうに私実際思うわけなんですよ。だって、あの現実に首里城というのはやっぱり燃えてしまったわけですよね。はい、首里城というのは燃えてしまってるんです。現実として燃えちゃってる。ね出火原因もないのに燃えるはずはないんですよね。やはりきちんと出火原因があるから火が出て燃えていったと。そしてあのー 総合事務局さんが公開した、えー、この首里城正殿内の防犯カメラの、はい、映像、えー、今の私はっきり覚えていますけど、えー、この首里城正殿の中につけられている防犯カメラで火花が飛んだところ、はい、火花が飛んだところが映っていて、ですねそこのカメラが最初に電源落ちてるんですよ。はい、燃えて電源が落ちてます。 ということはこの火花が飛んだところがあの火元である可能性というのは非常に高いというふうに僕らのような素人でもわかるんですけど不思議なことにね今回え警察の方もはいそして消防の方も原因がわからないというそういった結論になっているいやあれだけの大きな建物で国の国有財産であるのにもかかわらず 燃えちゃった原因は分かりませんとこれ、ね、所有者の国がこれで納得するんかっていうのが私あるんですけどねまあでもあの防犯カメラ見れば明らかにこの火花が散ってるのが映ってるんですよね真っ暗な中に火花が飛ぶのが映りましてまあ、その後、えー、火災でですかねこの防犯カメラが、えー、燃えたのか、えー 完全に映像が切れてしまって、その他のところにどん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 炎焼していくのが映ってる。まあ、当初の、実はこの、はいえー、消防なんかを火災原因は、ね、すぐにでも特定できるようなそういうことを、ねまあ、書いていたんですよ、もともとはね。もともとは書いていました。これ火災の直後の、はい、これ火災の直後ですね。 え2019年11月6日、はい、火災から1週間後のやつなんですけどえ首里城電気系統から出荷か火日元西電北東とほぼ断定以降大きな損傷なしということでもう11月の前半でもうすでに火元は首里城北東とほぼ断定ということで分かっているんですよね。はい もう出荷元と、はい、思われるところはもう11月6日の時点で断定をして出荷元とみられる箇所と分電盤などの電気系統などもあったというふうに当時でこのように絞り込んでいるんですよところが最終的にはあ青梶さんどうも徳之宮にらみるくてありがとうございます肉球さんもこんばんはんこでございますしかし ね、それから約3ヶ月後の、えー、最終的な調査報告では、まあ、このように首里城火災の出火原因は不明と那覇市消防はもう調査を終了したということでございまして、まあ、我々が想像してた通り、はり、い、我々は多分不明になるんじゃないかというふうに予想はしていたんですけど案の定不明になっちゃったということで。 ござい,ましていやはやまさか、あれだけの大きな火事がですよ。はい。あれだけの大きな火事が不明というのはないと思うと思うんですけどね。はい。ただ、あの、このタイムスさんの記事には、このように書かれております。えー、出火延長コードの可能性、首里城消失、消防、原因を特定できずと。まあ、延長コードが火災の 原因であった可能性はあるんだがそれが特定できなかったとはいまあ、その書いてるように火元とされる静電北側には通電状態にあった延長コードがあり電気器具以外に発火しうるものがなかったというふうに書いていますはい電気系統からの可能性が高いとの見解を改めて示したんですがあの 最終的には出火原因は不明と、まあ、その理由として、えー、火の勢いが強くて、まあ、物証として確認できるものがなかったということでございまして、はいまあ、そういったのがね、えー、全て燃え尽きていたということでございまして、よっぽどの、ね、高熱だったんかなというふうに思うんですよね。でもそこで、そこで私がとっても不思議に思うのは、 あれだけの、ね、火事にもかかわらずなぜこの首里城の正殿の中に、えー、装着されていたいわゆる防火設備が稼働しなかったのか、まあ、私は国の担当とねあの話をした中で、まあ、思ったことは前にもお話ししましたけど国は、えー、火災は100%あの防ぐことはできない。 だからこそ早期発見をし早期消火に努めるようにしていたとスプリンクラーについては検討はしていたが正殿内には国宝級の文化財も展示されておりスプリンクラーが誤作動などをしもし水がかかってその文化財に被害が及ぶようなことがあってはならないということでそのスプリンクラーを装着するよりは火災を一刻も早く あの感知できるシステムを十分に備えていたんだというふうにおっしゃってましたねところが「それ作動してたんですか?」って聞いたらいや作動はしていなかったんですというふうにはっきり言ってましたよはい作動していなかったと国が一生懸命取り付けた設備がなんと作動していなかったということを言ってるんですけど なぜかこれマスコミも県も消防もどこも報道しないんですよね。まあ、それどころか、まあ、沖縄の新聞の報道では、えー、こういった防火設備関係の学者さんが出てきまして、えー、この首里城のデータを持ってたのかどうか分かりませんが、えー、この首里城の中に煙センサーをもっとつけていれば、はい、煙センサーをつけていれば えー、早期発見ができて全焼には至らなかったと思うというふうにおっしゃっていたんですけど予信場煙センサー確かについてました、はい、煙センサーついてましたでもこれがねあと100個つけたとしても電源が入ってなかったらどうなるんかということなんですよね、まあ、そこであの本当に皆さんに協力をお願いしたいことは私あの防火設備については素人 なんですよね、はい、防火設備については素人なんであのー、このねえ QR コードの URL にえ首里城の火災のデータをですね実はアップロードしてあります。はい、首里城の火災のデータをえ実はアップロードしてありましてそのデータの中身というのがまず首里城正殿第2回 建築工事完成図面ということでございまして、えー、この前ねちらっと見せたスクショとは全く違った本物がはい PDF の本物をねそこに載っけてありますまあ防火設備関係の方々が見ればあのこの首里城の正殿の中にどのような防火設備が付けられていたのかっていうことはやっぱり一目瞭然だというふうに思います。 ですから、これあのぜひ、ね、見ていただきたい、それともう一つ、消防計画変更届出書というやつも入れてあります。まあ、これはいわゆる首里城の、ねえー、防火体制、はい、年に何回、えー、そういった防火消火訓練するのかとか、えー、責任者どのような配置になっているのかとか、そういったものが書かれているやつ、えー、非常に貴重な、まあ、資料だと思います。 マスコミではこういった防火設備の図面なんかをね敷地にして出すことは全くありませんし首里城正殿の中に国がコストをかけてそのような火災をね早期に感知するシステムを構築してたっていうことは全く報道されてないですから新聞しか読まない県民からすると あれだけの木造の建物なのに国はスプリンクラーもつけないでね国がもうちょっとちゃんとやってくれてたら首里城燃えなかったのに激横プンプンともうまるで国が悪かったかのように思っている人たちいっぱいいるんですよね。それが私マスコミの狙いだと思っていますしえ実はもうこの首里城の火災をね最初に感知したのが。 セコムの対人センサーであったっていうこともいつの間にかうやむやになっていますはい、対人センサーとは書かずに熱感知センサーなんて書いてるんですよねいや熱感知センサーと対人センサーっていうのはちょっと意味が違うというふうに私は思うんですが、えー、このセコムのはい対人センサーは、えー、この手裏上に まあ国が取り付けをしたこの防火センサーのシステムとは全く別でセコムが付けてたやつでございましてこれは火事ではなくてその首里城静電の中にいわゆる体温人の体温ですねそれをね人が入ってきた時にそれを感知するための人感センサーなんですよね。確かに熱を感知するので 熱感知センサーと書くのは間違いではないんですがそれって何も知らない一般の読者が見ると火災センサーだと勘違いするんですよですからそれ見ると「あ火災センサーが反応したんだね」というふうに思っちゃうところが中身は、はい、いわゆる人,感センサー人が入ってくるのをね感知するセンサーでもちろん、えー、人の体温 ののものが、ね、あると反応しますですから火が燃えると当然反応しますよねしかし県民には人感センサーとは書かずに熱感知センサーというふうに報道されているのがちょっと私はこれ違うんじゃないかななんてね思っちゃったりするんですけどね、まあ、それと、えー、このセコムからの連絡を受けて 最初に様子を見に行った警備員、この警備員3名いたそうなんですけど、3名いてですね、はい、このセコムから電話を、連絡を受けて、一人、その正殿のところに行ったんですけど、残りの2人は、残りの2人は実は管理室で仮眠を取っていたらしいんですよね、仮眠を。ということは、まあ、これは前にあの私、 カーターンさんに教えていただいたんですけどこういったの大規模設備の場合は、えー、そういった防火センサー類を管理する集中監視板、はい、集中あの防災監視板っていうのがありまして、えー、火災が起きればここでねランプがついたりベルが鳴ったりするっていうんですよところがその集中ね防災監視板がついてるはずの、えー、いわゆる守衛室、はい、監視室で もう火事が起きてるのに2人すやすや寝ていたということははい今、桜チリーブラッサムさん書いてますけどなぜ作動してなかったのと私もねちょっと図面をさらっと見たんですけど結構はい1階から3階まで綿密につけられていますよ。はい綿密に センサー類は張りり巡らしてありますそしてセコムのいわゆる人感センサー、はい、対人センサーが反応した。ね、反応したっていうことはあの火がもし出ていた煙が出ていたんであれば当然この警備員が詰めている警備室の防災集中監視板が作動してるはずなのに警備員2人は寝ていたというんです。寝ていた ということはどういうことかと。監視板が全く動いてないし、ベルすら、アラームすら鳴らなかったと。それってもしかしてメカニカルエラーなのか、それともヒューマンエラーなのか、そこも全く検証されていない。普通だったら、はい、そこのところ、ね、今、カータンさんが 全員寝てねえだろうってあるんですけど3名のうち2人は寝てたそうですはい3名のうち2人はその防災監視板がある部屋ですやすやとそして連絡が来たのはセコムの人感センサーセコムからの連絡を受けて人がいるみたいですよっていう連絡を受けてそれで確認をしに行ってドアを開けたら煙が充満していたと はい煙が充満していた普通煙が充満するぐらいだったらこれ煙感知センサーは確実に作動しますはい煙感知センサーは確実に作動しますプラスあの大きな静電内が煙にね包まれるぐらいだったらかなりの火が出てるんですよねということは熱感知センサーも作動してるはずなのにそれをね集中監視する 警備のね管理室で2人とも寝ていたと2人とも寝ていたっていうことは集中監視板が作動していなかったということになりますよはい今カータさん監視板のそばで眠,り眠っててもねアラームになったら普通分かりますよアラームになったら自分たちでもね朝目覚ましがなったら起きるじゃないですか 仕事でね仮眠してるわけだから集中監視板から火事だっていうことでピッ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 ってなればねどの部分で火事になってるかっていうの表示するはずなんですよところが全くそれがないということでございましていやーしかし本当にありえないですよねですから私後々この集中監視板の写真もどうにか入手したいなと思ってるんですそれに全てやっぱりあのー 書かれてると思うんですよね、はい、どこの何階の、ね、どこっていうふうに全部ラベルが打たれてるはずなんですけどその火事が起きた時に真っ先にねあの警備員に知らせるはずの集中監視版が作動していないと、うん、そうですね桜チェリー・ブラッサムさん簡単に言えばそうです職務を怠ったこれがもしまあこれ最悪の想定なんですけどね まあ翌日に、えー、いわゆる首里城祭が行われるっていうことですよね、まあ、その突貫工事が行われて何かと振動とかねあの電圧とかがまあ変化するもんですから、まあ、そのセンサー類がやっぱり敏感なセンサーだって言ってました。はい えー、国の担当者はすごい敏感なセンサーですとおっしゃってましたけどその敏感なセンサーが、まあ、誤作動を起こすのを、ね、あの嫌がって工事の間だけあの一旦それを切っていたとこれはあくまでも予想です工事の間だけ切っていたとで音が鳴らない状態にして工事を、ね、進めて、まあ、工事が終わってみんながあの帰ります、はい、その後に 本来であればこの集中監視板の電源を入れるべきなのをもし忘れていたらどうなるかと忘れていたら忘れていたらもう完全に何事もない状態になっちゃって火事が起きようが何してもすやすや眠りこけてしまうんですよねですからこの集中監視板今あのカズミンさん書いてますけど切っちゃダメなんですって書いてるんですけど 実は集中監視板、えー、停電などで電源が落ちたとしても数時間はね作動するようにバックアップ電源が実はあるんですよねはいあるんですよですから停電で切れたっていうことではやっぱりないわけなんですよねですからこの集中監視板の電源が入っていたのかいなかったのかっていうことが沖縄のマスコミ 一行も触らない報道しないいしです不思議ですよね皆さん。沖縄のメディアどこ一つもこれを触れてくれないんですよ。ですから私としては本当に不思議でならないそれどころか、ね、報道を見ると国がスプリンクラーをつけていないからとか、はい、国が煙感知センサーをもっとつけていれば火事は早期発見をできて全焼を免れたと。 そういったことばっかりが報道され、挙げの果てに火災原因は不明ということでございまして、いや、これってね、私、非常に焦げ臭い匂いをやっぱり感じるんですよね。まあ、これ、本当にもしかすると、この首里城っていうのは全焼せずに、はい、火元の配電盤のところだけの火事で済ませられた。 可能性がやっぱあるわけなんですよね。はい、それを気づかずに当然集中監視板の電源切られてたら気づかないですからもう火事が広がってねもう手がつけられなくなった時に初めて気づいたといやーしかし本当にねはいカッパくんさんセンサーはいセンサーなんですかこれ 外したなっ自動消防に連絡行くはずだがとあのこれですねセンサーこれも聞きました、えー、実はこのセンサーが反応しても自動的に消防に行くシステムではないそうですはいこれはあの総合事務局さんの方に確認とってありますあくまでもこの静電狩り場公園内での、えー、警報ということで 自動的に消防に連絡がいくシステムではなかったそうです。ですから火災、ね、熱感知センサー、煙感知センサーが作動したとしたら、まずはこの警備室の方でそれがね、なると、それが消防の方に連絡がいくということになるんですけど、自動的に連絡が行くシステムではなかったということをね、 あの総合事務局の担当部局の方から聞いておりますよこれですから今沖縄のメディアはこの首里城が全焼したのはまあ国が悪いと国がスプリンクラーをつけていなかったから国がそういった火災センサー類をふんだんに使っていなかったからということでねやってますでもこれってあまりにも国がかわいそうじゃないですか ね、はい国がかわいそうだと思いますよ表だって反論できない国だから、ね、こうして言いたい放題やられちゃってるとそれじゃあんまりじゃないですか、ね、こうしてやっぱりあのきちんと情報公開で入手できる資料を入手してですねそれをやっぱり皆さんにこれあの本当にダウンロードしてもらえれば分かりますはいこれダウンロードしていただいて図面全部広げてみてください あどうも、えー、ダイビングショップパラダイスの店長さきさま今公開してるのはこれ首里城静電の、まあ、公開資料ですんでねこれ本当にみんなに見てほしいんですよそしてあの防災設備関係者にちょっと見てもらってこのセンサー類がどのようにね付けられているのかあの特に白黒なんで私が見たらちょっとあまり意味が分かんないので えー、この熱感知センサー、パイプみたいなやつらしいんですが、それが屋内のようにどのように引かれてるのかとかね、ちょっと色付きで分かりやすくまた、えー、やっていただくと非常に助かりますんで、皆さんでこれ見ていただいてですね、えー、ぜひ、あのー、こちらの方にまた送ってほしいなというふうに思います。ということで、えー、今回資料を、ね、大公開しておりますんで、ぜひこれをご覧になっていただいて、 本当に国がこの防火体制不備だったのかっていうのを皆さんではいやっていただきたいなというふうに思います。まあそれでわざとこの QR コードを長く載っけてますけどね。まあそのような感じでまあ今日は皆さんにこの首里城静電火災出火原因は不明ということで結論付けられたということでそれはそれで仕方ないんだがこれって 早期発見できたんじゃないのかということが全く置き去りにされてますんでこれをはっきりさせないとね再建してもまた同じことを繰り返しますですがそうならないために是非皆さんのお力をお借りし分析したいと思いますんでご協力をよろしくお願いしたいと思いますということで今日の「ボギーチャンネル」 これて終了させていただきます、えー。本当に遅い時間からお付き合いいただきましてありがとうございました。えー、素敵な週末をお過ごしください。ではおやすみなさい。 you